静岡市青井区、駿府公園近くにある、静岡学問所の非静岡学問所とは、1868年に開設された駿府藩の藩学校である。1869年6月20日に、府中が静岡と改称されるまでは、府中学問所や駿府学校などと呼ばれていた。この、静岡の命名者は後に、静岡学問所頭となる、向山高村である。 江戸幕府崩壊後、徳川家里を当主とした、徳川将軍家は明治新政府から駿府に違法されて、駿府藩が復活したが、藩の立て直しを迫られており、教育改革として、静岡学問所を設立した。設立にあたっては、昌平坂学問所や、改正所、横浜語学所から、教授や生徒、蔵書が移され、漢学、英学、仏学、独学、 弾学などのほか国学、数学などが教えられた。1871年には、かつ回収がアメリカ人教授として、エドワード・アオーレン・クラークを招き、物理、科学、語学や科学実験も行われるようになった。廃藩地検による静岡藩の東京への引き上げや、学生販布に伴い、学問所は1872年に廃校となった。その後、 瞳康氏により、私立へ学校志図記者として再組織された。1868年8月15日、徳川家里が駿府城に入り、一部の幕臣も、無力のまま藩主に従って移住した。徳川家はその中から人材を養育し、実力を養うことでお家再興を図った。そのような背景があって、1868年9月8日に、 学問書の解説不礼が出された。1868年11月28日、寸府城横内五門内の元金番組頭屋敷に学問書が仮解説された。その後11月の半ばに四つ足五門内の元五手番屋敷に移転し正式に授業が始まった。修学所は1871年に大谷村大正寺に開かれた。 学問所の学生有志のための校舎建築者である。修学所では、漢学と剣道が主として教えられたが、クラークによる理科実験も行われていた。設立にあたり、静岡藩は金子200両を大正寺に与え、1871年9月の火災により大正寺が消失した際には、修学所のために浅間神社前の家屋敷を対応した。練習所は、 1871年にアメリカ合衆国から来日した静岡藩、親とい教師 EW ・クラークのための校舎である。クラークはラトガース大学出身の理科教授であり、来日当時は22歳であった。クラークは物理、科学、数学を担当し、講義は英語とフランス語で行われた。練習書には外国製の各種実験道具や、 薬品類が揃えられ、面火薬、硝酸グリセリン、ダイナマイト、水銀爆発薬等の爆薬に関する予備実験も行われた。寮内の武士、新官、僧侶、百姓町人、指定や居候、召使いなど、身分に関わらず学問に志ある者に入学を許し、庶民にも本人の努力次第で身分、門閥によらず立身出世のできるとを開いた。 1872年6月に中村正直が明治政府へ登用されるなど、学問所の教授や学生が引き抜かれていった。同年8月3日、文部省は学生半部と同時に従来あった私塾などの廃止を命じた。その後、従前通りで良いという達しがあったものの、8月中に廃止が命ぜられた。教官は解任され、校舎や備品は県が引き継いだ。 ありがとうございます。